ジョン・ウィックは2014年に公開されたアメリカ映画、引退した凄腕の殺し屋の復讐劇を描くアクション映画、キアヌ・リーブス主演兼制作総指揮、R15 指定。日本版のポスター等で使われたキャッチコピーは見とれるほどの復讐マトリックスなど数々の映画でスタントやスタントコーディネーターを手掛けたチャド・スタイルスキーの初監督作品。 日本のアニメ、マーシャルアーツ、殺人、香港映画のガンフー、マカロニウェスタンから影響を受けたアクションが特徴。工業的成功を受けシリーズ化され、続編、ジョン・ウィック、チャプター2が2017年に、第3作の、ジョン・ウィック、パラベラムが2019年に公開された。かつて裏社会にその名を轟かせた凄腕の殺し屋、ジョン・ウィックは、5年前に、 最愛の女性ヘレンと出会い足を洗う。平穏な結婚生活を送るジョンであったがヘレンが病で亡くなり生きる希望を失う。だがヘレンは残される夫を心配して子犬を手配しており、その存在がジョンの新たな希望となりつつあった。その矢先、ジョンの愛車フォードマスタングボス429を狙った若者の強盗に家を襲われ、 車を奪われただけではなく子犬も殺されてしまう。大事なものを再度失ったジョンは復讐のため、裏社会へ戻ることを決意する。強盗の正体は、ニューヨークを拠点に大勢力を築くロシアンマフィア、タラソフファミリーのボスビゴの息子であるヨセフのグループであった。実はジョンは、過去にビゴに雇われていた殺し屋であり、ビゴの現在の勢力も、ジョンの働きによるものだった。 ジョンの実力を熟知するビゴは、すぐに彼との交渉と説得を試みるが失敗し、仕方なくて下たちに、ジョンの家を襲撃させる。だが、ビゴの予想通り、ジョンは、全員を帰り討ちにしてしまう。そこでビゴは、懸賞金200万ドルで、ジョンの暗殺を、殺し屋たちに講示し、ジョンの親友であり、ビゴと旧知の中でもあるマーカスにも声をかける。情報収集のため、ジョンは、 殺し屋たちが利用し、掟によって守られている、コンチネンタルホテルを訪れる。ホテルのオーナーであり、裏社会の情報に精通する、ウィンストンから、ヨセフの居場所を聞き出したジョンは、彼のいるナイトクラブを単身で襲撃する。ジョンは、クラブの護衛たちを次々に殺害していくが、標的のヨセフには、真、まあ、一発で逃げられ、脇腹に重傷を負う。ホテルに戻ってきたジョンは、 旧地の女暗殺者でもあるパーキンズにホテルの掟を破って命を狙われるが暗殺すると見せかけたマーカスの狙撃によって真一発で助かり逆に彼女を拘束する彼女からビゴの隠し資産の場所を聞き出したジョンは隣室にいた顔馴染みのハリーに彼女の身柄を預け現場に向かう隠し資産のある教会を襲撃したジョンは財産に火をかけて ビゴを引びき出す。やってきたビゴら一味を襲撃するも帰り討ちにあい捕まってしまう。再度、ビゴは諦めるようにジョンを説得するが、ジョンは拒否し、ビゴは殺すよう部下に命じる。だが、マーカスの狙撃によってジョンは高速を抜け、現場を離れるビゴを追い詰める。諦めたビゴは、息子の居場所を教え、ジョンの暗殺命令の撤回を約束して、解放される。まもなく、 ジョンは、ヨセフのいる隠れ家を襲撃し、難なく彼を仕留める。息子を殺害され生き通るビゴは、パーキンズの情報により、ジョンとマーカスが密会していたことを知って、マーカスの自宅で彼を待ち構える。ビゴ自らマーカスを拷問し殺害すると、このことをあえてジョンに伝えて、マーカス庭園を引き出し、自身は港のヘリポートへ向かう。一方、 マーカス邸へやってきたジョンを殺す手はずだったパーキンズは、ウィンストンの呼び出しを受け、起きを破った代償として粛清される。ウィンストンはジョンに、ビゴの投稿を教え、港へ向かうビゴの車列を、ジョンは襲撃し、彼の部下ちを葬っていく。最後は、ジョンとビゴの一気打ちとなり、互いに重傷を負い倒れる。現場を離れた瀕死のジョンは、無人の動物病院にたどり着く。そこで、 動物用の薬品で傷を治療したジョンは、安楽週末、犬の一匹を連れ出し、夜の街へ消える。2015年9月28日から、本作のプロモーションで来日していたキアヌ・リーブスは、情報番組、ZIP のインタビューに応じ、昔からアクション映画が好きで、子供の頃は、格闘ごっこやチャンバラをして遊んでいた。一番影響を受けたのが、サニー市場で、 彼の激突。殺人剣からアクションと芝居を学んだ。僕は映画用のカンフーならできるけど、サニー・千葉は実際に人をボコボコにできる。情熱を感じると答えていると、千葉本人が登場するサプライズがあった。リーブスは、オーマイゴットを連発、固い握手を交わしながら、はじめまして、マエストロ。と千葉へ挨拶。あなたはキャラクターを演じるだけでなく、 そこにアクションを盛り込んだ。屈強なキャラクターにもあなたが演じると心が感じられると身振り手振りを交えながら終始嬉しそうに大はしゃぎの様子だった。サウンドトラック挿入歌。ありがとうございます。